皆さんこんにちは、私のチャンネルへようこそ。6月12日には現職の小池百合子知事71、n a 議会で立候補を表明するなど、6月20日の公示日を目前にいよいよ役者が揃った感のある東京都知事選挙。最終的な立候補者数は40人以上に上る可能性があり、そのカオスぶりも注目されている。そのカオスに拍車をかけている一例が 元迷惑系 YouTuber、エ流33。江ズは同日に X、q Twitter、で、選挙には直接触れないものの、6月4日に結成を発表した政治団体、江ズジャパンのメンバーと共に渋谷の街のゴミ拾いをしたと写真付きで明かした。本人は、目の前でポイ捨てをされたり、偽善者だと悪口を言われましたと明かすも、 俺は献金を募ったりしないし汚れ作業もするし誰よりも国民に近い存在であり続ける、と気合十分。元迷惑系 YouTuber とは思えない首相な心がけだが、都知事選に出る YouTuber というカテゴリーがあるとするなら、エズマの行動は特に目新しいものではない。今回の都知事選に3度目の正直を目指して立候補すると見られる後藤輝41 は少なくとも前回の都知事選が行われた2020年のさらに前となる2019年12月から町のゴミ拾い活動を実施しその様子を自身の YouTube チャンネルで公開しているしかもその頻度は非常に高く動画公開のペースが連日となることも珍しくないゴミ拾いの様子破片綱とは対照的で一日の終わりの帰り道に一人で行うという道すがら方式とでも言えるものだ この2人の中から都知事が出るかはさておき、実際に都知事選に立候補した場合は、ごみ拾い報告が有権者への訴える材料になる可能性は否定できない。IT ジャーナリストの井上俊行氏は江妻のごみ拾いを選挙直前にチームで行う、がた、後藤を選挙に関係なく継続的に1人で行う、がたと分類した上で有権者の心に響くとしたら、後藤の方ではと指摘する。 江島のゴミ拾いは今年の能登半島地震の時も話題になりましたが、やはり、後藤の方がはるかに継続的に、具体的には江島が迷惑系として活動していた2020年よりも前から言っていますから、やり方としてはへ妻の方が目立ちますが、有権者の心象としては後藤に軍配が上がるでしょう。ひととたび選挙ともなれば ネット上で発信した情報は相当前のものまで掘り返されますので、継続して行っている善行は強いのです。最後に、井上氏は以下のようにも指摘した。江妻のゴミ拾い活動ですが、悪の強いキャラが災いしてか、あざといといった評判が立ってしまっており、本人にあまり会っていないように感じます。今回も偽善者とと言われたと報告しつつゴミ拾いいをやめないなど これまで批判を顧みない情報発信をしてきたのであれば、例えば秋葉原や歌舞伎町に繰り出して若者と対話してその様子を X で発信するといった有権者を巻き込んだアクションを報告する方が自身の土俵で戦えるでしょう。公示日まであと6日、エズマは作戦を変更した方が票が積みませそうだ。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。